ネギショウガーっていう感じの味がダイレクトに来ても美味しいです。ダジャハオ熱烈肉肉飯店へようこそ。本日はチャイナで菓子やろうということで、今日は作ってみたいメニューを見つけました。はい、じゃじゃんじゃんちょんじゃんというわけで、菓子やろうさんでこの間やっていたじゃんちょんじゃん焼きそば、こちらを作っていきたいと思います。それではリッツクッキング、リッツクッキング、作っていきます。インスタに載ってるレシピを見て作ります。はい、まずはですねタレを作りましょう。今日は2人前のレシピです。1、はい、ジャントンちゃんも大さじ1と2分の1から大さじ1で入れます。めんつゆを大さじ2だそうです。めんつゆないので白だし入れます。この器にショック。とりあえずこれを一回混ぜて後から水を足すことにします。じゃあ鍋に火をつけましょう。はい、その間にですね麺をちょっと50秒ぐらいレンジでチンします。50秒ピンとちょっとダメなのかってなったけど、1分では鍋みたいです。何のダンス、何のダンス踊れば、温まってきました。はい、じゃあ油流しをしていきます。はい、では炒め用のごま油を入れます。火が強いとね、めちゃくちゃすぐとろみがついちゃうので、ゆっくりやってください。ではここのフライパンに麺です。じわじわ、はい、ここに酒大さじ1だそうです。うわー、なんか油が跳ねた。酒を入れると麺がほぐれるって書いてありました。ほぐれないよ、全然。なんか普通の焼きそばを作ってない、違うね、丸めるんだよ、いつ。はい、丸めます。こんな感じでギュッと。はい、じゃあこちらのあんちゃんの様子はどうですか。下からで火強めましょうかね。はい、混ぜて火を強めます。グツグツしてきた。結構グツグツ、この鍋縁をご覧ください。そろそろ完成です。はい、一方その頃麺の様子は、はい、おー、うまい。それでは本日のジャンツォンジャン焼きそば、わー、めっちゃあんがトロトロで美味しそうです。リッツクッキング、お待たせいたしました。本日のメニュー、ジャンツォンジャン焼きそばでございます。では完成しました。じゃんじゃんじゃんジャンツォンジャン、でも間違いないであろうレシピですからね。ジャンツォンジャン、とにかく何にかけてつけて食べたって美味しいからね。もうメニューを見た瞬間に、あ、これ作ろうと思って作りました。好きな食べ物ランキングのトップ5にはあんかけ焼きそばが入ってるから、もうこれは好きでしかない。まだ食べてないけど、はい、というわけで食べましょう。いただきます。
まずは麺をこうやってとろりをご覧くださいませ。おーおーって普通だね、普通だねとか。いただきます。ちょっとあんをいっぱい絡んで、絡んだところが食べたいな。あんかけ焼きそばといえば焼いた麺とトロッとしたあんとコントラストが最高なわけよ。うん、あんちょうどいい。あんの柔らかさがめちゃめちゃちょうどいいです。なんかあん硬くなりすぎるとめちゃおみたいな感じになって、ちょっと今日はあん強すぎて失敗したなっていう時あるんですけど、今日のあんはすごくいいあん。私餃子の王将にもこのまま就職できると思います。就職しなくていいか、アルバイトかないや美味しい美味しい。餃子の王将の中華丼ぐらいいい感じのちょうどいいあんかけの強さ。よし、ちょっとエビとかなんか具も食べようよ。今日はですね、ネギ、白菜、豚、エビです。うんうん、おいしい。あ、でも確かにちょっとね、公式レシピにはオイザンチョンジャンをするとよりグッドって書いてあって、気持ち味薄め、あの優しい味付けな感じなので、確かにオイザンチョンジャンしてもいいかも。オーダー、オイザンチョンジャンください。ケーキでジャンプジャン持ってきました。これあんまりね、常温で外に置いとくとカビ生えるんで要注意です。中継でちょっとジャンツォンジャン足して混ぜ混ぜして食べてみます。うー、これさ、ちょっと最近の悩み、ここの毛がね、ラーメンとか食べてるときこうやってやるとここに入ってきてすごいね困ってるんです。ちょっと対策法を募集しています。ジャンツォンジャンを足して食べましょう。うんうんうん、美味しい。生姜のネギ生姜っていう感じの味がダイレクトに来て美味しいです。でもそもそも具がネギだしね、ネギとエビと豚合わないわけがないんだよ。うんうん、美味しゅうございます。そうね、オイジャンした方がもしかしたらいいのかな。もしくは私の具は白菜めっちゃ入れたから具が多くて味が薄まっちゃったっていう可能性があるので、まあ、レシピ通り作ってみて美味した方がいいなって思ったらちょっと足してみるのがいいと思います。多分ね、お酢とかかけたりラー油かけたりしても絶対美味しいです。ラー油かけよう。はい、ラー油かけます。はい、ラー油。絶対ラー油かけても美味しいから、こっち側、さっきにオイジャンしてない方にラー油かけました。はい、いいラー油。もう香りが最高。うんうん、でも辛い、ラー油のピリ辛がちょっときた。うん、ラー油もいいです。いい、これはいい。ベースの味が結構さっぱりめなまとまってるので、好きな具材でアレンジしても結構美味しく食べれると思います。リツクッキング。というわけで本日のジャンツォンジャン焼きそば、今日はヨミコリスです。はい、まあもうジャンツォンジャンかけとけばとりあえず美味しいっていうのがあるんで、まあ間違いないと思います。あんかけ焼きそば食べたいぞーってなった時はジャンツォンジャンであんかけをジャジャジャっと作って焼きそばにジュッとかけて食べてみるのはいかがでございましょうか。前回ね、作ったジャンツォンジャンチャーハンっていうのもめちゃくちゃ美味しいので、どっちかっていうとあっちの方がね美味しかった感があるんで、ジャンツォンジャンチャーハンもよかったら見てみてください。はい、それではチャイナで中華、他にもいろんな中華料理を作ったりカジュアルレシピ作ったりしてるので、よかったら他の動画も見てみてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。インスタグラムもやっております。それではまた、再見。リッツ。